水飲み鳥水飲み鳥は、熱力学で作動する、熱機関の玩具で、鳥が、水場から水を飲む動きを模倣している。平和町、ハッピーバードなど様々な名前で商品化されている。2種類の水飲み鳥を、3D で描いたもの水の飲み鳥は、2つのガラスの玉を、管で繋いだ形をしている。缶は、下側の玉の底近くに達しているが、 上側の玉の端までは達していない。内部には一般的に着色されたジクロロメタンの液体が入っている。空気は抜かれており、内部の空洞は気化したジクロロメタンで満たされている。上側の玉にはくちばしが取り付けられ、頭部はフェルトのような材料で覆われている。多くの場合、目玉とシルクハットとオハで飾り付けられている。装置全体は 首の回転軸で支えられており、軸のポイントは変えられる。見た目はガングであり、実際そのように分類されるが、取り扱いには注意が必要である。初期の製品は可燃性の液体を用いたものが多い。新しいものは、難燃性のジクロロメタンを用いている。ただしジクロロメタンは、皮膚や肺にとっては刺激物であり、 また長期間にわたり接触、吸引した場合感毒性を持ち、発言性の可能性もある。水の見取りを破損させないよう、特に子供や動物の近くに置かれている場合は気をつけるべきである。水の見取りは以下に述べるような複数の物理法則の興味深い展示であり、そのため基本的な物理学や科学の教育で利用されている。メディアを再生する。 水飲み鳥の動き水飲み鳥は基本的には熱機関であり温度差を利用して熱エネルギーを運動エネルギーに変換して仕事を行う。他の熱機関と同様に水飲み鳥は熱力学的サイクルの繰り返しによって動く。K の初期状態は鳥の頭が濡れた状態で直立し、これが軸における初期振幅になる。サイクルは以下のように働く。 頭部から水が蒸発する蒸発により頭部の温度が下がる温度の低下により頭部のジクロロメタン蒸気が凝集する温度の低下と凝集により頭部の気圧が下がる頭部と胴体の気圧差により管内の液面が上昇する液体が頭部に流れ込むことで重心が上がり前方へ傾く傾くことで管の下場が液面より上に出る 蒸気の気泡が管を通って上昇し、液体は加工する液体が胴体に流れ、頭部と胴体の気圧が平行する液体が胴体へ戻ったことで重心が下がり、鳥は元の直立状態に戻る水を入れたコップ等が置かれ、くちばしが降りた時水に浸されるようになっていれば、 水の見取りは水を吸収し続けて、サイクルは繰り返され、頭部を湿らせるに足るだけの水がある限り動作は続く。ただし、水がなくても、頭部が湿っているか、もしくは頭部と胴体の温度差が持続される場合にも、動作は続く。蒸発熱なしで、温度差を持続する手段としては、例えば胴体部を熱することで頭部との気圧差を、作り出せばこの熱機関は駆動する。 本質的なエネルギー源は周囲環境の熱であり、この玩具は永久期間ではない。1946年に熱力学の研究者でアメリカ人のマイルズ、ブイサリバンという人が公安し特許を取ったものを、エドマンドサイエンティフィックという会社がディッピードリンキングバードという名前で売り出したものがあるという。当初は、 グラスの円に引っ掛けるタイプが登場し、後に日本でおなじみのスタンドタイプが登場したよしである。水の見取りを機能させる科学的精密性の美しい調和、またその上下する様の幻惑的魅力により、この装置は作られてすぐにヒットし象徴的な立場を獲得した。水の見取りはアメリカのテレビ番組ザ・シンプソンズのハーブおじさんは発明家。 キングサイズのホーマー、小学国連クラブ表流記の会に登場した。一つ目のエピソードでは、ホーマーの腹違いの兄であるハーブ・ポーウェルが、偉大な発明の例として水の見取りを見せる。しかしハーブが、自分の発明について語り出した後もホーマーは、水の見取りに幻惑されたままで、水の見取りを買い取りたいとまで言い出す。 二つ目のエピソードではホーマーが原子力発電所のガス流の制御をするコンピュータでキーボードの Y キーを押し続けるのに水の見取りを使う。ふんにも水の見取りはホーマーが目を離している間に倒れてしまい、ホーマーの担当地域を危機的状況に陥れる。三つ目のエピソードではホーマーの机の上に登場する。1951年のメリーメロディースの 短編アニメーション、猫タン大騒ぎにも、水飲み鳥は登場した。トゥイーティーは、水飲み鳥が、グラスの水を、飲んでいるのを見つけ、本物の鳥と間違え、自分も飲んでいいか尋ねる。トゥイーティーは、水飲み鳥の動きを同意に頷いたものと勘違いし、水飲み鳥の動きを真似て、頭を上げ下げしながら、水を飲む。そこへ、 猫のサムが登場し、誤って水飲み鳥を飲み込んでしまう。サムの体は、本人の意志とは裏腹に、水飲み鳥と同じく頭を上げ下げする動きを始める。安全衛生情報センター危険有害性の、ようやくジクロロメタン水飲み鳥の進化。突起しない場合は、英語サイトへのリンク。ありがとうございます。